ペナルティーキックサッカーにおけるパラディーニャとは、ペナルティーキックを蹴けるサイの技術の一つである。キッカーはシュートを打つふりをするが行わず、ゴールキーパーを騙してその後キックする。パラディーニャとはポルトガル語で、小球士の意味である。パラディーニャは1960年代にブラジルでペレによって開発された。ペレはサントスでの練習中に、 チームメイトたちが冗談でこれを行っているのを見て、公式戦で実際に使うことを決めた。1962年のアルゼンチンのリーベルプレートとの親善試合において、ペレはペナルティーキックの際にパラディーニャを行ったが、審判のアウレリウス・ボシリーノは PK 及びサントスの得点を無効とした。当時、フィーハはこの審判の姿勢を非難し、この戦略は有効となった。 パラディーニャは1990年代に再び流行した。この技術は世界中でインパクトを与え、1998FIFA ワールドカップフランス大会後に FIFA は声明を発表し、パラディーニャは有効とされたが、ゴールキーパーもボールが蹴られる前にゴールラインから動いても良いこととなった。2000年初頭にはパラディーニャを行う選手が、 ほとんどいなくなったため再び忘れられていた。その2年後に、ブラジルで再び使われ始め、FIFA フフはこれを禁止することを決定した。パラディーニャは 2010FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会及び FIFA フフが承認したその他のリーグで2010年6月1日から禁止となった。新たな FIFA フフの規則では、相手競技者を混乱させるために、 ペナルティーキックの助走中にフェイントをすることは、サッカーの一部であり、認められる。しかしながら、競技者が一旦助走を完了した後にボールを蹴る、フェイントについては、第14条に違反するとみなされ、それを行った競技者は反スポーツ的行為により、警告されなければならない。とされ、助走後のキックフェイントが反則であることが明記された。ありがとうございます。